皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今日も一緒に脳に刺激を与えましょう。今回は空間認識能力を高める効果があると言われている違う餌探しです。マスの中にイラストがたくさん並んでいますが、一つだけ違うイラストが紛れ込んでいます。どれが違うのかを探してみてください。制限時間は40秒です。全部で5問あります。それでは早速やってみましょう。1問目です。ラーメンのイラストですね。この中から一つ違うものを探してください。答え合わせです。ここにうどんがありました。これはすぐに見つかったのではないでしょうか。皆さんはラーメンとうどんどちらが好きですか？2問目です。天ぷらそばのイラストですね。一つだけ違うものがありますので、探してみてください。答え合わせです。ここにネギが乗っていない丼がありました。時間内に見つけることができましたか？3問目です。鶏のイラストですね。一つ違うものを探してください。答え合わせです。ここに顎のひだがない鶏がいました。これは肉吸いとか肉だれなどというそうですよ。4問目です。ケーキのイラストです。一つ違うものを探してください。答え合わせです。ここにろうそくに火がついていないケーキがありました。
なんだか寂しく感じますね。最終問題です。カップ焼きそばのイラストです。一つ違うものを探してください。答え合わせです。ここにカップではない器に盛り付けてある焼きそばがありました。わかりましたか？以上で問題は終了です。いかがでしたか？違う絵探しのこの問題は知の種のホームページで無料プリントとして配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。